て風邪やましょうか。東京から程度ダメージを与えると飛ばされます。どんどん強くなります。気に行くぜ。じゃあこいつがエレメントをやってくる順番にも注目というか、おそらくつくよみがヒントをくれてるんじゃないかと思われる。強くなるんで気をつけた方がいいですよ。さあ、ここではくたばりたくねえか。扱うかい。トルネード。さて頑張って耐えてくれよお前ら。おお、やるじゃん。褒めて使わせてよ。やられないの気をつけなきゃ。よし、
に決めさせていただきたい。よし、赤、緑、青、で、黒で、ここまで来たら、さあ、どうする？黄色いの使っとくか、一応スタミナがないね。だが、こいつしかないか。当たる、よし。誰だ？待てだ、待てだったらまだ やはりあの凍てついた炎の会話の流れで、なんだやっぱりアルフが魔王なんじゃないのかい思うんだけれども、どうですかね。まだか、やれ、やってくれ、ホーリー。お願いします。さあ次が最後です。ここで蹴りをつけたいところだが、回復しなきゃ。頼むぜ。
時の闇の彼方に救うラボスが進化した新たな生命体。一度目覚めてしまったからで時指は授業くらい始める。の塔の本来姿に運命は死んだ。もう後戻りはできない。これから先人は自分の道を自分で選び、その結果起こることを自分自身で引き受けなければならない。本当に重要なのはここからだ。俺たちの戦い方以下では何かひどく大切なものを得られるチャンスが永久に失われてしまうかもしれない。どう戦うかが問われている。おそらく全てが始まったあの半分で全てが終わる。さて、じゃああの浜に行こうか。この浜に何があるのか。 Find out next time。 See you soon。 See you。